はい、毎度どうも恐縮です。君安と申します。ハイファイラッシュやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回の目標はコルシカを探してパスワードを入手するということなんですけど、コルシカはなんか説得しなきゃいけないんですよ、確かね。はい、ということでやっていきましょう。どうした？おい、こら、誰やねん、ほんま。セキュリティビルを縦長に建てたやつは。正直に言うけどな、今はほんま仕事に戻る気がせんねん。なんかもう疲れ切ってる感じですよ、これね。 ものすごくこれ高いわけですよ、これね。確かにね、上に行くまでが一苦労ですよ、これね。上の階に行くまでがね。とりあえず行くか。お、風は敵ですよね。あー、Z シールド抱えてるから結構大変だな、これ。マカロンの大砲をお願いするか。いけねえか。ほい、じゃあ行く。ワンツーで行くよ。怖い怖い怖い。パリでやるか、パリでやるか。やばい、この Z シュート破壊されないと攻撃ができないんで、ちょっと待ちましょう。マカロンのゲージがたまる。マカロン、ようやく、また怖い怖い怖い、パリで言いましたね、怖い怖い。待って待って、お、全然言い出せない。そこにいないんだけど、敵がそこにいないんだけど。あ、超えたか、一応超えたか。やるぞ、やおや。いきますよ。うまく来た。またジェットシード。いけ。これが超えない限りね、攻撃できないんですよ。いけ。いける。クラークを撃たれてる。待て待て、来い来い来い。待て、来いか。待て待て待て、来いよ。どんなに来るかよ、攻撃が。3連打か。難しいな、ここ。パリをうまく使っていかないとちょっと苦しいですね。攻撃ちょっと食らいすぎですよね、ちょっとね。よし、まずは Z シールド壊そう。マカロンの攻撃を2回当てて、よし。お、よし、出てて。まだ来ない。当たってないね。当たってない。全然当たらなかった。一回待って。全然当たらない。ワンツーで行くよ。あれ、ちょっと待って。当たってない、当たってる気配がしない。おい、当たってたね。結構ダメージ入ってたね。OKOK、並べ、よし、いくぜ。いきますよ。今度ここなんだよな、ここも壊して。またこれが怖いだよな、すごい。これ行って、あれ通信しよう。当たってるかな。まだ盾が壊れてない。
それが怖いんだよ。なんかすごい怖いんだけど。やっと倒した。よし。いやー、ここで難しくなってきましたね。今の戦いはちょっとね、これが基本にならないとダメですよ、これね。難しい。いくぞ。よし。次は何だ？マグネット。マグネットでいいのね。あ、まだ。マグネットですね。びっくりした。OK、作戦会議だ。どうやってパスワードを入手する？ああ、検討中。まだ検討中？おい、もたもたすんなよ。じゃあ案を出しなさいよ。ペパーミント様、まるでチャイ様が何か思いつくかのような言いようですね。そうだぜ。おや？ペパーミント、コルシカはオフィスで何か調べている。その画面をハッキングすればパスワードもわかるかもしれない。頭いいな。それやってみようぜ。オッケー。でもそれをどうかと思うんですよね。でもそれがうまくいかなかったらね、説得しなきゃダメですよ。だってどうやって説得するんだろうね。さすがのペパーミープともちょっと頭を悩ますところですね。さあ、そこにいろいろと隠してるアイテムもあるんでもらいましょうね。でそさ上に行けるんじゃないか。行けないか。あ、なんかある。何もないか。勘違いでした。何かあるかと思ったら全然違いました。綺麗な床でピクニック。あ、言ってることがよくわかんないけど、でも綺麗にすることはいいことです。はい。でショップがある。回復がある。そこ上に行けるか。ここいけるじゃない。なんか向こうにも行けますよ。さらに奥に行ける感じですこれ。届く。これ届かなかった。まあ行けないことはなさそうだな。あ、違う、これ入っちゃダメだ。まだ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 、ちょっとアイテム解除しましょう、ね、少しでも回復はしておいた方がいいですよね。まああればの話ですけど、回復アイテムがあればの話ですよね。階段なんか行けるな。なんかこうおびき寄せられてる気がするんだけど、気のせいかな。あ、十分した。待って、ちょっと待って。まず話しかけよう。あそこにいるあいつ見てみ。生産部から来た旧式や。恐る恐る作業しようってきっとワイのスキルに圧倒されたんやろ。まあ確かに後が早いですよね。有識の方は、あの新型やたら偉そうに仕事しろという。おまけにあいつの仕事までやらされてる。ダメじゃん。ダメじゃん。偉い人、この人、ね、任したね。そこでなんか、あー、いろいろあんなアイテムが。ここに入るには、あれ、さっきのやっぱ上に上がっていかなきゃダメなのか。あー、はいはい、ちょっと待って、これ行けないことはないじゃん。あ、こっちゃったよ。よっ、上がって。よし。綺麗な床でピクニック。綺麗な床でピクニック。どこだ、ここだ。よし、ここで。届く前に行って。お、もっと深くジャンプして。ここはイケラーなんですよ。お、ほら。ここでいいアイテム結構もらえますね。奥はどうなんだろう。アームスの機械ですね。
まあ、チップが買えるようになるやつですね。この奥行けないな。これは下から行かなきゃダメか。そうね、なんかライフコアのかけらがあるんですよね。上に術がない。これはバンダレイの銅像なんですよ。金の銅像破壊すると、そうパーツが生まれる。コンポの練習か、うん、これで終わりだ。オッケー。上には行けないんだな。これなんか、うん、上にさっきの扉から行くしかないのか、もしかしたら。そうなるとやっぱじゃあこっちか。もうあとはそのなんかロックがかかったような扉から行くしかない感じですかね。でも矢印はこっちなんだよな。今度は行くルートね。まあ後回しちょっと後回し。綺麗な床で次に行くルートだけど、また変なドアだよ。マカロン、何か知らないの？妙だね。うちの標準モデルにない仕様だ。なるほど。ひとまず調べておくけど、なんであれ今は入れないと思うよ。なんだ、ダメか。この中なんだよな。撮りたいな。ね、こういうお預け状態ちょっと良くない。今は無理か。ここになんかファイルが。怪しいドア。誰かキャンパスでこんな怪しいドア見たことある？研究開発部のプログラマーロボットに導入されたけど、いつも以上に館薄な結果だったよ。このドア気味が悪いだよね。なるべく入りたくないし、気にも止めたくない。開発のドアって感じなんだ。だからもう開発部の人の中でも謎なんだね。じゃあマカロンが分かるわけないか。まあ行くか先に。ちょっとそれ先に進みますか。とりあえず来たかな。あーまたこれ。あ、なんだ。お、来たぞ。これはですね、シールを破るだけなんだよな、これ。どこがシールを。あれ、こいつですよ。こいつじゃない。バリアを破るだけなんだよ、これね。ボタン見てるの。これまで出れば、どこに。爆弾と爆弾やろうよ。多分 OK。 はい、私の端末をハッキング。こっちはセキュリティのプロだぞ。失敗。私の邪魔をしたな。ならお前の邪魔をしてやろう。なんだ、来るのか。強いボスが。お、なんか強そうだな。来たぞこれ。パリーだ、パリー、パリー頑張るんだ。一体しか。なんか良くないな今の。外れる？外れるし。危な。結構動き早いな。ただ間違えた。ごめん、この一線が怖い。まだパリーか、パリータイムか。でん、あ、わ、ボタン間違えた。せっかくのジャスを。はい、あれ、壊れたか。あれ、開けなかったな、意外と。パリやんなきゃダメか。やっぱり思い知った。思い知りました。やってくれたな、ペーパーミント。お、開けてくれたね。チャイ様、誰しもミスは犯します。あなたがいい例です。少しは成功したから。少しだけど。お、チャイ、聞いてくれ。彼女はスペクトラを調べていたんだ。
マインドコントロールについてもだ。ほう、無理やりアクセスしたのね。っていうことはマジで本当のことを知りたがってるんだな。なるほどね。あそこのところをやっぱこう説得の材料にしたいところですね。お、コミックだ。ロックコミック4。これあんまり集めてないですこれね。あんまり集めてないからね。ちょっとこれ怒ったら終わりじゃん。これ終わりでもないけどダメージで食らう。これ無理じゃ来ていいかな。あー怖い怖い。あー怖い。このね BGM がいいですね。このね合わせてる雰囲気を、緊張感ある感じのね雰囲気にしてる。これいいですよ。よし、さあここでどうなんだ。よし、さあ回復もしてるしね。いいよ。なんか結構おとなしい感じなんですよ。大丈夫？あったかな？危ない。そろそろ終点かな。ちょっと心してかかるか。オッケー、前回と同じってか。よし、ここで食い止めてやる。またレーザーですかこれ。ま、悪くないんじゃん。おう諦めた。顔嬉しい、楽しい。レーザー多すぎ多すぎ。向こうも焦っている。おお。俺もだよ。で、作戦はまだ検討中。検討中。ペーパーミートがやけになってる。かわいいな。これどうするのこれ。え、待って待って。レーザーは何。あ、これ即死なんだよこれ。で、これダッシュに素敵がないからダッシュで当たると普通に食らうんでやばいと思って。あ、でも軽度のダメージ済んでる今んとこ。喜んでる場合じゃないですよこれ。パリでいけるのかな。もしかして。あ、パリ無理だ。合うわけがない。これはパリ無理ですね。さすがに。これはここまた苦手だな。お願い入って。よし、4回。なんか、Z シードないですね。またペーパーミードバリ破んないと。よくわかんないけど倒しました。でもダメージ受けたな。被弾すごかったなこれね。まだまだダメだな。よし、行くか。我慢してなんとかする。やりすぎだよ。彼女に事情を説明するのはどうかな。あ、まあ、その彼女はレーザーで俺を殺そうとしてるけどね。でもいい予感がするんだ。どうかな。その根拠のないいい予感ですが、チャイ様には伝わっていないご様子。伝わってないご様子。確かに伝わってないな。まあでも正直話すはありかと思っちゃありですよね。この中マカロンと壊す仕様だったので、ジェットシールですね。上げてこうか。準備はいいかな。はい。なんか相手もらえるか。まあ、正規のルートでないと思ってね、ちょっとね、まあ、周りでしたら、入る。データノード不具合に関するメール。欠陥データノードについての注意。データノード故障率の上昇が観測されている。重力を無視するノードの移り挙動、そしてたやすく壊れること。これはきっと機能性より見た目を重視しているためだろう。そういったわけでよりシンプルで調整しやすい設計を開発部に対して大注意だ。
セキュリティ部の見た目のユニークさは薄れるだろうが、何も知らないより効率を重んじているコルシカ。ああ、やっぱより良いことを提案してる感じですよね、コルシカさんはね。なんか上に行けるボタンがあるよ。ちょっと待てよ、意外と行くとこありますね。タイヤもらって、あ、できるか。燃えてるしかない。おお、みんなそうですね。あ、回復、大回復ある。ヘイ、寝てる人がいる。仮眠取りたいんやけど、こいつらここ掃除してんね。ここ休憩室ちゃうんか。うん、確かに。ずっと掃除してんね。こっち掃除してもいいんだけど、かわいそうだね。こっち掃除すればいいのにね。こっち来ないよ。こっち暇結構あるよ。ゴミいっぱいあるよ、もう。いう感じですよね。さあ、ここは一旦取ったな。じゃあ戻るか。あ、本来ループここですね。はい、ということでございまして、今回動画はここまででございます。ご視聴ありがとうございました。ちょっとね、久しぶりにやったんでね、ちょっとぎこちない操作でございましたからね、ちょっと申し訳ございません。次回までちょっと慣れていきたいと思いますので、一つよろしくお願いいたします。それではさよなら。